どうも山田です。本日はファッションウィークがスタートでございます。皆様やられてますかね。僕もですね、まあ今からちょっとやっていこうということでね、とりあえずですね、まあの新コスチュームのポケモンだとか、あとはまあポリミアンですよね、この辺欲しいので、まあ一回野生だとかお香だとかのポケモンちょっと見ていこうかなと思います。おちょっと待って、はい、グレックルですね。はい。ただまあこのグレックルはですね、今回新規ではないんですよね。復刻バージョンって感じなんですよ。このまあちょっとね、可愛らしい衣装、帽子かぶってるポケモンっていうのは前もねいて、今回実装だとねシママがいるんですよね。あいつをちょっと狙っていきたいですね。まずは一発目グレックルゲットせ。ありがとうございます。今右下にタスク出てたんですね。ちょっと確認しましょうか。今日のまとめファッションウィーク、コリンク、シママか、トリミアのゴースナップショット写真を撮るとナイスロゴ5回とファッションチャレンジャー。あー、ポケストップのやつだ。俺自宅でポケストップ触れないと言うとるやん。まあ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 、あれにしましょう。こっちのね、タイムチャレンジに関しては、普通に日常生活の中で、まあ、これが入っちゃってるんで、ちょっと僕は、僕はね、ロケしませんよーっていう風にね、緊急事態宣言中やっちゃってるんで、もう歌ってるんでね、はい。まあ、これやる機会が、チャンスがあったら進めようと思います。なんでちょっと後で、多分もうさすがにね、クリアしてる方もいると思うんで、そっちの方でね、ちょっとチェックしようかなと思います。で、こちらスペシャルリサーチですね。戦慄ポケモンを解明せよ。相棒の写真、ノーマルタイプのポケモン30匹。ポケモン15匹。進化結構多いな。あとは、これだよね。よいしょ。はい。よいしょ。いたずらポケモン解明。これもね、もう進みますよって事前に言われてましたからね。なるほど。トリミアン捕まえてくださいねってことだもんね。で、相棒の写真も撮って。あー、オッケー。これ、戦慄ポケモン、いたずらポケモン、どっちも、あれですね。相棒の写真撮ることで進みますね。ありがたい。おし、来た。ナイス。お前を待ってましたよ。トリミアンじゃないですか。よいしょ。トリミアンね、新しくね、実装および新、その新しい要素、姿を変えるっていうね、新要素もう一緒に引っ下げてきてるんでね、もうとにかくお前がまずは欲しかった。はい、入りました。はい、ということで今日から初実装のトリミアン、ゲットぜ。ありがとうございます。はい、OK 図鑑登録完了。はい、言われていた通りトリミアン姿を変えるっていうところがありますね。まあ飴がね、ちょっとまだ集まってないんで、あんまりここ不思議な飴使うのちょっともったいないなと思うんですけど、まあちょっとね、サクッと撮影しちゃいたいので、ちょっと一回上げちゃいましょう。これでトリミアン姿変えられるんですが、どんな感じの表示になるのかな、チェック。あー、なるほどね。作ってないと色が真っ暗の状態になるんですね。まあ何にするか、まあやっぱ歌舞伎カットかな。はい、よいしょ。やっぱり日本国内限定。きた、歌舞伎カット。はい、もうこの辺が確かに歌舞伎っぽさあるよね。カラーリングとかね。あー、そうなんだ。トリミアンさ、俺一匹しか捕まえてないんだけど、見つけた数に捕まえた数2になってるんだけど、これどういうことだ。あとこれ進化トリミアンってなってるじゃないですか。トリミアンのその各姿が全部チェックできるもんかと思ったら、そんなことないんですね。ちょっと待って、もう一回ちょっと姿変えてみていいですか。そしたら、じゃあ一回ジェントルカットにしてみますね。はい、はい、変えました。で、この状態でもう一回ちょっと図鑑見てみますね。やっぱそうだ、これ見つけた数、捕まえた数増えてるんですよ。これそうなんだ、トリミアン姿変えるとプラスワン捕獲した扱いになるんだ。そんな仕様だったんだ。なんか、ま、バグの可能性もあるけどね、これね。うん。はい。ちょっとね、今ね、オスのトリミアンしか持ってないんでね、ちょっとメスの方もどっかで取りたいなと思ってはいる。トリミアン2匹目。お前強かったしない？あー、しませんね。はーい。まあ、今日ね、まあ、普通にまたゲットできるようになりました。コリンクですね。これもね、まあ、色違いワンチャン欲しいので、ちょっとやっていこうか。今日は花粉多い日だなー。薬飲んだんだけどな。薬効いてないな。あ、終わったね。オッケー。さあ、来い。あー。コリンクの色違いとかさ、未だに持ってない人って結構多いと思うんだよな。一時期ね、まあ、レイドとか、あと卵とかでね、まあ、結構取れるように緩和はされていたんだけど。あ、オッケー、ゲットしました。はい。今ね、相棒ポケモンの写真を撮るのタスクをこなすために写真撮りましたら、よいしょ。写っております、トリミアン。ということで、まあ、野生でね、トリミアンいないなって感じの方は、まずはフォトボム利用していきましょう。よいしょ。2匹いる。はい。
トリミアンが思ったよりはゲットできるんで、その姿変えるのは、まあ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 、まあ初日でも普通にいけるんじゃないかななんて思いますね。はい、オッケー。おお、待って、来た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 、レア枠と言われているバタフリーじゃん。お前めちゃくちゃ可愛くない、そのリボン。何それ、めっちゃ女子力めっちゃ高いやん。これの色違いはちょっと欲しいな。え、これめちゃくちゃ可愛くない、これ。やばいな。まあ、バタフリーってザ・虫って顔してるから、もうこの複眼が嫌っていう人もいるかもしれないんだけど、もうバタフリーとか初代じゃん、サトシの手持ちだったじゃん。見た目に対しての抵抗とかもうゼロなのよ、もう僕なんか。なんなら初めから可愛いと思ってるから、オッケーオッケーオッケー、え、めっちゃ嬉しい。じゃあ、あとはシママが出たら最高だね。とりあえずいたずらポケモンを解明するようなタスクを終わらせたんで、はい、進めちゃおう。あ、こっちでもトリミアンくれるのね、ありがとう。あ、そういえば言ってたわ、なんかね。はい、じゃあスペシャルリサーチは、あー、まあ、ノーマルだからってことでチラーミーなのかな。とりあえずトリミアンをね、ゲットしたらいたずらポケモン解明せよは終了みたいです。16分の8ですね。あと半分か、折り返しか。どんなレアなポケモンがこれから出てくるんですかね。はい、で、今日からですね、まあ、ファッションウィークのですね、まあ、切り替わりということで、まあ、あの、7キロ卵の中身がね、変わるんですよ。で、4種類ね、発表されていたんですよ。で、それプラスアルファ多分あるだろうなと思ったら、見てください、これ。4種しかいないのよね、これ。で、しかも全部確率均等なんですよ。これ結構チャンスじゃないですか。コリンクとムチュール2分の1の確率なんですよ、それぞれが。まあ4分の1なんでね。で、今回おそらくやっぱり皆さんはこの2匹色違い欲しいじゃないですか。7玉での色違い狙うのがもしかしたら美味しいかもしんないです。まあ分かんないです、色違い確率に関しては分かんないんでね。え、でもこれはちょっと個人的には朗報ですね、ありがてえ。今ね、キルリアの、レイドですよね、招待されたんですけれども、今回からですね、このキルリア色違いワンチャンあるので、ちょっとこれは入っていこうかなと思います。よし、オッケー。とりあえずキルリアさん、まあフレンドさんと自分でまあ2人いるんで、まあまあ撃破は多分余裕だと思うんですけど、まああれですね、進化後なんでね、さっきのコリンクみたいな感じではちょっとないですね。星3レイヨかな、気がしました。さあ、キルリア、光ってくれ、来い。はーい、ということで、まあ、ファッションウィークですよね。まあ、あの、今日ですよね、イベント始まってから判明した内容というのをちょっと見ていきましょう。まずですね、野生で出現するポケモン。まあ、あの、いろんなね、その今回の期間限定のやつが出ることはもちろん判明していたんですけれども、それプラスアルファでですね、結構その野生で出てくるやつらっていうのがですね、あ、結構美味しいなというふうに思いました。まずですね、ゴチミルですよね。ゴチムではなくゴチミル。まあ、ゴチムの方も僕見たんですけど、あの、進化後ですよね、一段階進化した。ゴチミルも野生で今回、発見報告ございます。出現率ですよね。次第ではこれ結構美味しいなと思いました。あの、進化後ってね、飴が美味しかったりだとか、その進化前よりもね、ゲットした時の恩恵って結構でかいんですよね。なので、まあ、それが生きてくれっていうのは嬉しいのと、あと、プルリルメス。これは個体も厳選したい、飴が欲しいっていうね、方、結構 PVP やられてる方だったら結構いらっしゃると思います。今回野生のポケモンがですね、ファッションウィーク、結構いいんじゃないかなと。いうふうに思いました。あと、エネコがね、結構いっぱい出てるんですよね。で、シママとかもですね、まあ、あの、今画面ではね、映してないですけど、あの、思ってるよりはいますね。ニアバイとかで結構近くの、ポケストップにいることを、現状、確認しております。なので、まあ、シママですよね、の色違いもね、しっかりと狙っていきたいな。あと、レイドボスもね、これ、しっかり判明しました。星さんにはですね、バタフリー、キルリア以外にゴチミルもいまして、星1レイド、ズルックですよね、っていうのが、まあ、コスチューム関係ないやつだと、入っております。はい、そして個人的にですね、気になっていたタスクなんですけれども、あの、思ってたよりもハードル低くて嬉しかったです。今回のイベント限定がですね、まあ、シママ、ニューラ、あとはまあ今回から実装のトリミアンなんですけれども、この辺のですね、タスクですよねの、難易度がまあそこまで高くないと。シママはですね、カーブボールを3回連続で投げる、トリミアンがナイススローを3回連続で投げる、でニューラは野生のバタフリーかコリンクかシママ、これのゴースナップショット写真を1枚撮ると、いう風になっております。で、コリンクはですね、野生
じゃなかったっすね。レイドですよね。なので、これに関してはそのレイドに出ているコリンクを、まあ、写真バシャッと撮りましょうってことですね。で、バタフリーはちょっとレア枠なんで、シママですね。はい。が、まあ、その一番このニューラタスクをこなす上では楽なのかなと思いました。カーブボール3回連続とかナイスロー3回連続、これ結構ハードル高いと思われる方はですね、ナナの実を使いましょう。ポケモンのですね、威嚇っていうのをですね、抑える。それだけでもね、ハードル結構下がりますんでね。はい。あと、プルリルカーブボールのグレートスロー2回連続。で、これもね、タスクございます。高個体値プルリルが、ま、ここで厳選できるってことですね。まあ、飴も普通に、ね、入手できますしね。色違いですよね。今回のイベント対象の色違いっていうのがしっかりとね、入っていてくれてるので、まあ、ここはですね、ちゃんとクリアしていきたいですね。タスクファッションウィーク限定のやつ。積極的に、ちょっと回収クリア、頑張りたいなと思います。そして今日からですね、まあ、バトルすることができるポケストップにいるね、おしゃれなトレーナーたちですよね。が出してくるポケモンのパターンっていうのがいくらか、ちょっとね、分かってきました。基本的に皆さんはですね、皆さんって、なんか NPC 皆さんって言ってる人なかなか聞かないんですけど、まあ、あれですね、1回目は基本的にトリミアンみたいですね。はい。トリミアンノーマルタイプなので、とりあえず1体目は格闘タイプ入れておけば、まあいいのかなというふうに思います。そしたらですね、まあノーマルタイプをですね、今僕進めてはいるんですけれども、先々のね、ちょっと内容が知りたいということで、メロエッタのね、強化挑戦できるスペシャルリサーチのタスクの内容をね、ちょっと確認しようと思います。全6ページで、まあ自分で知りたいよという感じの方はですね、ここまあちょっと数分ですね、シークワをスッと、飛ばしていただければなというふうに思います。ちょっとネタバレ注意ですね。まあ1ページ目はですね、さっきも判明していたやつですね、相棒の写真撮るノーマルタイプ30匹捕まえるポケモン15匹進化ということで、まあここはね、まあ時間かけりゃ正直結構すぐ、すんなりいけるかなっていう感じです。僕はお香をね、炊くことでちょっとこの辺ささっと終わらせようと思っております。タスク達成報酬が EV なんですね。で2ページ目、ポケモンを捕まえるとき木の実を30個使う、相棒と歩いて、5個飴をもらう、相棒におやつを3個あげるということで、これ真ん中ですよね。5個飴をもらうっていうタスクがあるので、しかもこれ報酬ポフィンなんだ。あ、美味しいな。これあれですね、相棒ポケモン皆様変えましょう。まあその一番いいのはその歩く距離がね、少なくて済む1キロとかでいいよみたいな、そういったポケモンたちを一時的に相棒にしてあげるのがいいかなというふうに思います。ただまあ僕相棒が人手満なんですけども、効率っていうか相棒から今外したくないので、僕はやりません。はい。これタスクの報酬でですね、ラッキーですよね、入手できるの。これ普通に美味しいですね。これ地味に嬉しいやつ。はい、3ページ目行きましょう。ジムで3回バトルに勝つ、レイドバトルを3回する、ゴーロケット団下っ端とのバトルで3回勝つ。なるほどね。はい。これゴーロケット団下っ端と言いつつ、チャレンジャーのタスクとかで進んだりしないのかな。なんかこれ3ページ目まで行ったらちょっと試してみたいな。ちょっとね、今の期間限定のやつね、もうやったよ、それやってみたよみたいな感じの方いらっしゃいましたらね、結果ちょっとコメントいただけると嬉しいです。4ページ目が星の砂を2万集める。はい。ポケモンを30種類捕まえる、ポケストップを3回回す。はい。一番下だけめちゃくちゃハードル低いね。まあ星の砂ですよね。まあレイドとか普通にジム、まあ何でもいいですけど、普通に進めてればね、これも終わるやつですね。ポケモン30匹、これがまあちょっとだけ大変かもしれませんね。ファッションウィークで出現するポケモンある程度限られておりますのでね。でこの4ページ目をクリアするとタスク達成報酬として、メロエッだと会えます。はい。ということで、まず最低限ここまではですね、進めていきたいですね。で5ページ目がメロエッタのアゴースナップショットを撮って、おトレーナー1人とフレンドになる。でそしてギフトを3個送るということで、まああれですね、なんかちょうど今回のイベントでですね、なんか意外とやっぱその海外のフレンドさんいた方がいいよなーって思うタイミングがね、結構いろんなトレーナーさん出てくるんじゃないかと思ったんで、まあこれを機にね、なんかそういったね、まあ海外の掲示板とかね、で探してみてもいいかもしれませんね。で最後がこなすタスクなし、経験値とか、報酬ですよねがいっぱいもらえますというふうになっております。じゃあファッションウィークのタイムチャレンジだよね、これも見ていこうか。まあ1ページ目はね、さっきも見たやつですよね。ファッションチャレンジャーを対戦する、あ、ここでしまママテルじゃん、ありがてー。で、2ページ目が効果抜群なスペシャルアタックを5回使ってカーブボール5回と卵1個ということで、まあレイドでもいいよって感じですよね。レイドバトルとかでサクッと終わらしちゃっても OK、 この辺はね。あー、でここの報酬もバタフリー入ってんじゃん。
今回の期間限定のやつらですよねっていうの、結構そのタスクからね、それぞれ1匹ずつぐらいは出すよって感じになってるみたいですね。で、3ページ目が、野生のキルリアかエネコのゴースナップショット。まあ、そんな難しくないでしょ。エネコは結構出てるし。で、カーブボール5回連続。これはミスる可能性あるから、皆様、あれですね。7の見つかっていきましょう。そして、ファッションチャレンジャーと3回対戦。なるほどね。まあ、急がず慌てず。ね、ここでトリミアがゲットできると。はい。しかもこれ、ロゼリアグレックルっていうね、今回のイベント限定のやつですよね。特殊な衣装のやつが、これ、グレックル含まれているので、これ嬉しいですね。4ページ目が、フィールドリサーチ5個クリア、グレートスロゴ3回連続、レイドに60秒未満かけて勝つ。はい。まあ、だから星1レイドとかをやってくださいよーってことなんですかね。で、キルリア5チーム、ミノムッチが入手可能。そして報酬ですね。全体報酬ニューラですよね。これもまた進行数の方来ております。最後5ページ目が、野生のニューラグレックルプルリルのゴースナップショットは、なんか似たような感じのやつが多いですね。カーブボールのグレートスロー3回連続、レイドで60秒未満かけて勝つと。で、これをクリアするとトリミアンのウィッグが入手できます。イベント期間終わったらこれ購入のね方に回っちゃうのでね、しっかりと進めてゲットしましょう。これか、新スタイル、新しいアバター、ファッションウィーク。結構あるアイテム数。結構あるね。まずこれフーパーをモチーフのリング、なるほど、手にはめるタイプね。いいなぁ、これ。ラップスカート、いいなぁ、これ。なるほどね。で、これサングラスも。この帽子もいいじゃん。ベレー帽めっちゃいい。出た。レイヤードジャケット。左右非対称のやつです。おしゃれ。何ファッションウィークのファッション、やっぱ、いや、目打ってるだけあってめちゃくちゃかっこいいな。まあ、今俺ポケゴイン8しかないからさ、ちょっとチャージした後に、また入れた後に買うな、お前らな。これ全買いですね。はい、ということでですね、まあ、ファッションウィークスタートしました。思いのほかですね、厳選ですよね。色違い、まあ、何でもいいから今回の限定欲しいよって思ったらですね、ハードル低いのかなと思いました。レイドバトル、タスク、野生ですよね。それぞれが思っていたよりは、ハードル低め、かつチャンス多めな、印象がございます。なのでですね、まあ、ただ、どれか一個狙い撃ちってやると結構しんどいのかもしれないんでね。まあ、ちょっと気持ち、ちょっと、あんまりこう、自分を追い込まないような、感じでですね、ファッションウィーク臨むのがいいのかなと思いました。で、今日、ナイアンティックからですね、まあ、ちょっと残念なお知らせがありまして、ついね、前、ちょっと前にですね、実装されたマーイーカなんですけれども、これをですね、カラマネロにね、進化させるためにですね、スマホですよね、これ逆さまにすると、これがね、進化できるっていう、そういう仕様になっていたんですけれども、そうか、まあ、あるか、ってちょっと思ってたのは、ジャイロ機能というか、その、方向ですよね。その、上下とか、そういうのを感知する機能を使って進化させられるかどうかの判定やってるんですよ。それが、搭載されてないスマホとかだと、進化できないんだけどっていうのが、判明してきて、まあ、そりゃそうだよねって感じなんですよ。なんかまあ世の中のね、多くのスマホはもうすでに搭載されているっていう判断でいったのかなとか思って、まあ実際そうなんだろうけど、やっぱないやつあるんだと思って、はい、そういった方に向けてちょっと対応しますみたいな、そういった発表がございました。ということで、もしもですね、それでね、こう苦しんでいた方、ちょっとね、待てはナイアンティックさんの対応してくれるみたいなんで少し待ちましょう。はい、ということでファッションウィーク皆様楽しんでいきましょう。いやー、ちょっと私事なんですけれども、花粉症が原因だと思うんですよね。鼻詰まりも今来てるんで、ベロがね、下、わかる？下がね、ちょっと腫れたりするんですよ。鼻も詰まっていて、その花粉とかのアレルギー反応で若干その舌が腫れて、めちゃくちゃ喋るのがね、怖い。舌を甘噛み何回も今日してて。もう
今日いっぱい動画撮りたいんだけど、この反応が落ち着かないとあんまり効率よく撮れなさそうだな。ちょっとまた薬飲んでゆっくりします。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタンチャンネルございます。よかったらそちらもチャンネル登録よろしくお願いします。山田チャンネルメンバーシップスタートいたしました。気になる方は概要欄からチェックしてみてください。それじゃまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。